部大佐は家でパーティーを開くことにしました。男爵夫人をみんなに紹介することと子供たちの疑いをみんなに自慢したかったからです。楽しいひとときが過ぎ、子供たちが寝る時間になった頃、子供たちはたくさんのお客様にお休みの挨拶として歌を歌いました。その曲を今日はトラップ一家も顔負けのマリンズルームのちびっ子たちが披露してくれます。皆さん準備はいいですか？困ってしまいましたね。それではもう一度、皆さん準備はいいですか？悲しい響きが聞こえる昼間の時計塔の鐘から、子供部屋では鳩が飛び出し、クックー、その音は告げるさようならの時だと。さようなら、ごきげんよう、おやすみなさい。Thank you.